皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ三段と螺旋閣なんとの乃木恒対局の模様をご紹介したいと思います。螺旋閣九段はですね、中国のレジェンドですね、レジェンド棋士ですね。で、2006年に三星火災杯優勝してますね。イチャンホ破ってね、はい、ただ元世界チャンピオンです。はい、では初手から見ていきたいと思います。螺九段の黒番です。中村三段はいつもの2連星です。で、一間締まりしまして、かかって桂馬に受けました。そして大桂馬に締まりました。で、かかって挟んで打ち込みましたね、ここでね。で、つけて割り込んで、割り込んだ時は主張が良くないといけないですけれども、ちなみにね、まあ両方とも今黒が主張がいいですね、ちなみにね。で、まあ下から跳ねて、そして伸びて、まあ当たり打って抜きまして、で、当たり打ちまして、まあここまでが定石なんですけれども、さあここでね、もう三々入りました。ここで継がないですね。現代は、昔はこれ継いだんですけれども、現代はこう継がないですね。次はちょっとぬるいっていうふうになってます。もうこう仕掛けちゃうとか、継がないのが普通ですね、最近はね。で、まあ三々に入るのがここではね、最善です。ちなみに押さえて、まあ跳ね継いで、そして桂馬に滑って、そして押さえましたね。ちょっと押さえるのはちょっと無理筋なんですよね、実は。こういうふうにね、押さえるのが本手なんですけども、押さえましたので、まあこれ無理筋なので出てね、切っちゃいました。はい。で、ここで跳ねたんですけれども、まあ、当然ここではね、こっち継ぎましたね。はい、で、当たり打つしかないですね、これで。ここ伸びられたりしたら、これ取られちゃいますので。伸びて、そして一間飛んで。で、ここでこっち当たり打ちましたね。で、まあ抜きまして、そしてこう伸びて、抜いて、で、結局こう継ぎました。もうコウ立てがないということで。で、ここで、まあ、ここ出ていきましたね。ここで出ていきました。で、ここで、ここに打ちました。ここをね、ちょっと切られると、ちょっとダメが詰まって、ちょっと取られちゃうんですね、ここ。ですから、ここを守りました。で、まあ、ここをつけまして、で、跳ねて、継いで、そして、こっち継ぎました。這いました。で、跳ねて、で、割り込んで、当たり打って、継いで、そして、こっち落ちまして、で、一間飛んで、で、押して、跳ねて、まあ、一間飛んで、押して、切って、跳ねて、伸びて、押して、で、出て。うん、まあ、ちょっと出た手は若干、悪手だったみたいです。まあ、ダメが詰まるっていうことですね。この石のね、この五子の。単に、かけついだ方が良かったみたいですね。まあ、ここでかけつぎました。で、当たり打って、そして押していきましたね。もう、序盤でもうちょっとね、一本取った感じなんですね。こっちで、まあ、まだ生きてないですけど、まあ、ほぼ生きますし。で、ここもね、二目取ってるし。で、まあ、伸びて、で、ここ二目取りました。で、つけましたね。で、こう、こうで弾きました。まあ、抜きまして、切って、当たり打って、抜いて、で、こう立て打って、ついで、抜いて、下がって、当たり打って、抜いて、で、ここでね、曲がったんですけれども、ここで解消しました。まあ、ここはね、こっちにね、跳ねるべきだっていうふうにはあるんですけれども、ただなかなか難しいですから、次のコウ立てもなんかなさそうだし、まあ、ここでまあ簡明にね、渡りましたね。
で、まあ、一件飛びまして。で、ここでね、ここに打ったんですけど、これは悪手でしたね。これは悪手でした。これなんで悪手かって言って、取られて悪手なんですよね。これ抜かれてね。抜かれて悪手です。この石が抜かれてないと利き筋とかが結構あるんですけれども、これ抜かれてしまうと非常に手厚くなっちゃうんですよね。だからここでは、こうではなくて、こっちに単にね、行った方が良かったです。でも実戦ではね、ここ行って、結局抜いた時にここ行くんですよね。で、これはね、結局ね、まあ、悪手になってしまいましたから、これでね、まあ、最初ここの、戦いでは勝率90%ぐらいだったんですけども、5分になってしまいましたね、ここでは。互角ですね、今は。で、桂馬に打ちまして、まあ、大ゲイマに飛びました。犬の顔です。馬の顔ですね。まあ、果たしてこの石がしのげるのかっていうことですね、白は。で、コスみました。で、ここをまあ伸びまして、そして押さえて、で、まあ狭間をついていきましたね。で、桂馬に飛んで、そして曲がって鉄柱を打ちましたね。まあ、こう割り込みまして、ついで、そしてついで、桂馬に打って、ついで、桂馬に打って、こう切ったんですけれども、まあ、欠け目にするために切ったんですけれども、こう地では損ですね、この手は。単にこっち受けた方がいいと思いますね。こう行って、こう行って。で、当たりに行くんですけれども、で、ここで、まあ、生きるかどうかっていうことなんですけれども、この石がね。まあ、とりあえず、ここを打たないといけないですね。これは、こう、隅が危ないですから。で、まあ、ここでね、ここに割り込んだんですけれども、ここではね、おそらくここに行ったら生きてたんじゃないかという気がします。まあ、ここで目取ってくるのは、こういう、これぐらいなんですけれども、まあ、ここに行って、まあ、ここに目ができます。こういったら、まあ、この辺に行って、まあ、生きてはいるようですね。まあ、こういったら出て、こういって、こういって、これ受けないといけないですから、当たりから出てきますので。で、まあ、これぐらいで、これは受けないといけないですからね、今度ね、また。で、まあ、これで生きてはいますね。生きてはいます。ここに打ったら生きてましたね。実戦ではね、こう割り込んで、こう打って、で、ついで、で、ここに打ったもんですから、これはね、生きてはいないですね。ここに当て込んで、こう打って、ここに置かれた時に、さっきと違って、ここがね、つながってないので、これは、この石が取れないんですよね。ここに打たれた時。で、これはね、生きてはいないですね。で、ここ行かれてね。で、まあ、こう打って、まあ、いかにしのぐかということなんですけれども、ここをね、まあ、抜いて、下がって、まあ、ここをね、ちょっと脅かして、だから、生きる前に、かなりね、得はしてますね。まあ、生きたら、かなりね、だから、このもう黒は、もうこういうところまで、進出されてますから、これ取らないとこれ負けですね。はっきり言って。この碁は。取らないと負けですね。この石はね。取れるかっていう話なんですけれども、まあ微妙ですね。まあ人工知能も分かってないみたいです。で、まあここ受けましたね。隅はね。で、ここに、放り込んだ手はいい手です。これはいい手ですね。ここのダメを詰めようということですね。で、こっちから切っていこうという話ですね。ついで当たり打って、で、ここで切っていきましたね。シチョウにはならないので、これはちょっと厳しい。これがね、唯一のね、しのぎ筋ですね。ここを切っていくのを放り込んでね。で、これ当たりからもう、ついだらこれ、2手しかないですから、ここ。まあ、これはもう当たり打って出ていくしかないんですけども、ここでね。で、跳ねて、切って、曲がって、で、当たり打って、で、ここで伸びたんですけれども、これがね、
実は問題でした。ここは伸びれなかったんですよ。ここは、白はね、ここに行くしかなかったと思いますね。ここの、この一手だったと思いますね。押す一手だったと思いますね。で、どう受けるかですね。で、こういうふうに受けたら、これは今度は逃げることができますね。ただし、これはこれでまた難しいです。多分、こっちの石は取れないんですけれども、まあ、こう、継がれて、継いで、この石の石は取れないです。取れないんですけれども、こっちの石が多分危ないと思いますね。でも、まあ、実戦ではここで、伸びて、ここで、こういうふうに押してくれたんですね、これね。これは助かりました、マジで。もう、悪手を打ったんですけど、ここでね、実は、黒に、ここに打たれてたら、多分、この石がね、死んでたような気がします。で、この石取れないですから、死んでたと思いますね。ただ読めなかったみたいです。この手を。まあ実戦ではここでね、こうで、まあ、這いまして、そして、まあ、ここに打ちまして、これ先手ですね。で、放り込んで、で、これで一応、当たりが、これ告げないので、これ生きてますね。で、出て、抑えて、これ出る手は、まあ、あってもなくてもいいですけれども、ちなみにね。で、押して、ここで、まあ、こっち打ちましたね。ダメを詰めましたけど、まあ、これはダメを詰める一手ですね。これは、今度こういうふうに行くのは、これはこう打って、こう打って、ここ打たれて、これはダメですね。2手しかないからね。まあ、こう言ってもね、こう言って、ダメですね、これはね、こう言っても。2手しかないですから、もう。これ取られてしまいますね。これ終わってしまいます、碁が。まあ、実戦ではね、ここを打ちまして、そして放り込んで、当たり打って、継いで、抜いてね。で、これを抑えることはできなかったですね。まあ、抑えるのはここでね。まあ、当たり打って、こう打って、で、これ継いで、今度ここ継がないといけないでしょ。この切られたらこれ取られちゃうので。まあ、これぐらいだと思うんですけれども。それで、まあ、ここで目作らせてって言って、ここを打たして、まあ、これぐらいいったらこれ死ぬんじゃないですかね。この石が逆に。という気がします。まあ、実戦ではね、ここに打って、そして伸びてね。伸びて、一応、脱出しましたね、この石は。脱出したらもうこの碁はもうはっきり言ってね、地がないですから、黒。で、まあ、ここに打ちまして、そして一間飛んで、まあ、下がって、押して、跳ねて、押さえて、継いで、で、伸びて、で、挟みつけて、継いで、で、覗いて、下がって、押さえて、当て込んで、まあ一応これで連絡ですね。連絡しましたね。そして、下がっていきましたね。行きました。もう生きただけっていう感じ。一応しのぎ切って、もう大優勢ですね、今は。白がね。で、こすりつけて、で、ここ切っていきました。で、跳ねて、で、まあ当たり打って、継いで、で、ここ打ちました。で、まあ、つけましたね、ここでね。跳ねて、そして伸びて、伸びて、そこでここ出ていきました。まあ、普通はここ押さえるんですけれども まあ、これを取ってしまおうということですね。これをね。で、まあ、ぶつかりまして、そして曲がって、まあ、連絡しました。で、当たり打って、で、継いで、継いで。で、こうつけまして、で、これ跳ねましたね。こう跳ねました。でさ、跳ねまして、跳ねて跳ねて、まあ、これ読み比べになってますけれども、まあ、ここでね、当たり打って、押さえて、抜いて、まあ、当たり打って、で、こっちを抜きましたね。まあ、ここではね、こっちもありました。こっちもありました。で、まあ、これ抜いたら、ここ抜いてね。で、まあ、継いだら出ていって。で、まあ、出たら出てと。
まあこういうのもありました。ただまあ中村三段はここでね、こっちを抜きましたね。こっちを抜く。これも十分、いい手です。で、連絡して、もちろん切りましたね。今、これはもう切って、これ、1、2、3、4、5手。1、2、3、4、5。ですから。まあ、5対5なんですけれども、これ、5手をそのまま、ダメを詰めれないですね、これ。この石を。黒は直接今。もうこうダメ詰めたいんだけど、跳ねて、こういって、こういってね。跳ねられると、これはもうここ置かないといけないんですけど、こういってね、こういって。まあ、こう置かないといけないんですけど。これ最低でも、これは石以上にはならないですね。はい、最低でも石ですね、もう。で、これは結局ダメ詰めれないので、結局、ここで、ここに打ったんですよね。うん、これは、まあ、どういう意味かって言ったら、取れと。で、取ってる間にここね、まあ、締め付けるっていうか、はい。まあ、捨て石にしようということですね。はい。いや、それはいかんと。中村さん、それはいかんと。うん。それはいかんと。はい。私は隅を取るし、ここも取ると。はい。で、ここに打ちます。これ、いい手です、これ。で、まあ、ここでね、ここ継ぎました。ここ継ぎましたね。ここ継ぎました。で、ここで伸びましたね。伸びまして、そして、桂馬に打ちまして、押して、跳ねて、当たり打って、抜いて、そして、ここに一間取りましたね。で、今度これ切られるので、ここね、継ぎました。で、膨らんで、そして、当たり打って、で、当たり打って、そして、ここ下がりましたね。ここ下がりました。まあ、相変わらず、ここはこれ取ってますけれどもね。で、まあ、出ましてね、ここでね。で、押さえて切りましたね。はい。で、これは、結局、ここ、跳ねて、これはコウにしようということですね、黒は。うん。まあ、相当悪いので、今。こうね。まあ、抜いて、コウですね。で、伸びて、そしてもう、これ、コウを解消しましたね、これはね。はい。当たり打ってね。抜いて、抜いて。で、跳ねて、抜いてね。こう解消しました。で、ここでめっちゃ大きい、利得を得ましたね。ここでね。はい。で、ここで、まあ、ダメを詰めてきました。ここね。ダメを詰めて、ここでね、これをね、まあ、ちょっと継ぎたいんですけれども、まあ、継いでも良さそうなんですけれども、もう今は、十分ここで得したので、中村三段はちょっと方向転換して、ここ当たり打ちましたね。うん、これは何かって言ったら、まあ、これは生かしてやって、ここを全部地にしようと。まあ、そういう発想ですね。もう今40目ぐらい差があります。ちなみにこれね。十分だっていうことですね。はい。人工知能も、ここが最善手だって言ってますね。この辺りが。まあ、ついでね、押していきました。まあ、抜きましてね。継ぎまして、で、これでこう全部地だってことですね。はい。で、まあ、こう抜きまして、で、当たり打って、抜いて、で、ここでね、もうここ、こう、三々打ちましたね。もう隅ね、地にならない、手にならないようにね。で、ここでここまで打ちます。で、これは無理です。この手ははっきり言って無理です。じゃあ、こう、のぞきがあるのに。のぞきで、ここの、切りと、こう、押さえが見合いですから、これは無理ですね。これは、もう、覗いてきたら、こっちの中で生きようということですね。こっちで、なんとかね、生きようということです。この、なんか、主張あたりみたいなのを利用してね。で、まあ、中村さんは、ここで、まあ、ここに打ちました。うん、まあ、これは実はね、ここは実はね、まあ、こういうふうに打ってもよかったんで、こういうふうに打って、まあ、こういって打てば、これ生きれないみたい。生きれないようだったんですけれども、まあ、ちょっと中村三段は安全に打ちましたね。ここでね。はい。で、戻れと。今戻れと。今戻るなら、こうやっていけば、これで地ですから、うん。これぐらいでいいっていうことですね。でも、これ、戻ったら、これ30問ぐらい負けてますので、これ無理ですから、まあ、ここ出てきたんですけれども、まあ、抑えてね、出て、まあ、抜いて、で、出てね。で、ここで、ここまで生かして、ここでね、覗いていきました。で、まあ、こういうふうに打ったんですけれども、まあ、ぶつかって、
で、ここでですね、ラ九段がね、投了しましたね。そうですね。まあ、これはこう押さえたらこう渡っていくってことですね。はい。で、こっちはもうこれはこれで切られるし、これはこれで遮断と。はい。見合いになっているので、まあ、これは致し方ないってことですね。はい。まあ、ちょっとしのぐまでは大変だったんですけれども、しのいだ後はもう、はっきり言って圧勝でしたね。はい。ああ、中村さんが強いですね。はい。最近ちょっとなんか強くなりました。はい。以上です。